はい。じゃあ、今回はかなり難解な交差点という状況なんですが、どうやって走ったらいいのどうやって横断したらいいのというところをですね、ちょっと見ていきたいと思うんですけれども、それがですね、今見ていただいている場所になるんですが、ここの場所でですね、事故が実際に起きました。その事故というのが、まあ、こちら、横断歩道で女性はねられ死亡乗用車の男を現行犯で逮捕。 これはですね、夜中に広島の方の横断歩道を渡っていた女性というのが乗用車に跳ねられて死亡するという事故があった。この事故というのは午後11時半頃に横断歩道を渡っていた女性というのが走ってきた乗用車に跳ねられた。この事故で女性は病院に運ばれたんですが、2時間後に、 死亡が確認されたということで、警察は乗用車を運転していた会社員の男を過失運転傷害の疑いで現行犯の逮捕したんですがまあ、男の方は間違いありませんと容疑を認めているここのねちょうどタイミング交差点若干分かりづらいというか ま、判断がすごく難しい気がするんですよね。この現場というのがですね、片側一車線の直線道路で、当時、車道の信号機は黄色の点滅で、横断歩道の信号は消えていたということ。警察が事故の行きさつを調べるとともに、容疑を過失運転致死に切り替えて捜査をしておりますよ、というようなことなんですよね。まあ、夜間、いわゆる点滅信号だったという場所なんですよね。 ただこのような状況です。事故の時。車道の信号機は近量の点滅信号であり、横断歩道の信号機自体は消えていた。 まあ、夜間ね、点滅信号になるところというのは、横断歩道の歩行者用の信号機というのは消えております。だからまあ、この状態をまず知っておくことが一つ大事になると。だからこんな状態なんですよね。だから車が走ってくるとき、黄色の点滅で横断歩道ありますが、横断歩道の歩行者用の信号機というのは消灯しているということ。さあ、どうやって横断するどうやって通行したらいいのかなというところですよね。まずは信号機がついているのは、こちら車両側の方の信号 黄色のの点滅ですよねこの状態、まあ、信号機の方の意味というところで黄色の灯0の点滅というのは歩行者等及び車両等というのは他の交通に注意して進行することができることというふうに書かれておりますので黄色の灯0の点滅自体には徐行しろ原則をしろというような文言は入っておりませんだから他の交通が問題がない場合はそのまま通過することは可能という状況になるんですよね ただ他の交通の邪魔になる場合はその時のまあ安全な速度にまあ減速する必要性が当然出てくるんですけれども、この歩行者信号が消えているという状況になったらどうなるのかということですよね。黄色の点滅信号の時というのは交通整理が行われていない交差点となります。だから日中と違うんですよね。 日中は普通の信号になっておりますので、その場合は交通整理の行われている交差点なので信号に従うということになりますが、黄色の点滅信号という状況というのは、交通整理の行われていない交差点という扱い方となります。だから点滅信号があるけれども、これはあくまでも点滅をしていて交通整理がしているというわけではないということになる。 だからこの場合というのは通常の歩行者信号のない横断歩道のルールとまあ同じような状況となってくるんですよね。だからまあこの辺がちょっと難しいところになるんですけれども、まあ、いわゆる道路通を38条、車両というのは横断歩道に接近する場合には当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、 横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならないという定めが出てくるので、まあ、この場合、黄色の点滅信号という状況は他の交通に注意して進行することができますが、この場合、横断歩道に対してという状況にはなってきませんので、横断歩道というものに関しては横断することが可能な状態なんですよね。歩行者信号がそもそも消えておりますので、 なので、その状態というのは、歩行者優先という状況になってきますよね。だから通常の信号のない横断歩道と同じルールになるので、歩行者に絶対的な優先権が出ます。だから横断者というのは、そのまま横断すること自体は基本的にはできます。ただ、事故に遭う可能性は高いので、やはり注意する必要性があるんですが、まあ、優先権という部分で関しては横断することは可能。 車両というのは横断歩道を横断しようとする人、横断している人がある場合というのは横断の邪魔はできませんよということなので、まあ黄色の点滅の状態であっても横断する人がいるので、やはりそこの部分というのは当然注意をしなければいけない。そもそも黄色の灯火の点滅というのが他の交通に注意する必要性があるわけなんですよね。だからまあここの部分というのが大事になってくるということになります。そのしたら普通のところでは、 ま、こんな感じ。赤点滅の場合はどうするのかというところですよね。だから黄色の点滅、そうすると反対側が赤の点滅になっているっていうところが多いですよね。じゃあこの場合どうなのかというと、まあ、明確な部分がなかなかこのね、点滅信号というのは出てこないところがあるんですが、ルールとしてはこういう状態。赤色の灯火の点滅というのは歩行者等というのは他の交通に注意して進行することができます。 で、黄色の透火の点滅、歩行者等及び車両等というのは他の交通に注意して進行することができるというふうになっているので、まあ、中身は同じなんですよね。だからここの部分としては同じような行動ができますよと。だから赤色の透火の状態で歩行者というのは車の黄色の透火の点滅と同じような行動をすることが基本的にはできるということになります。まあそうなってくると、じゃあまあこれとね、まあ優先関係になってきますよね。 ま基本的には先ほどと同じように、まあ、ここの部分と、そして第38条の部分ですよね。またここの部分という状況にはなってくるんじゃないかなと思うんですよね。基本的に同じような状況で進行する、横断することができるということは、まあ、横断歩道は歩行者優先ですよというような状況が働くということにはなってくるんですよね。実際のところは。ただ、ここの部分というところで、 赤色の灯過の点滅信号の場合に横断歩道を横断しようとするときというのは交通整理の行われてない交差点にある横断歩道になるんですけれども通常のような絶対的優先権があるわけではなく他の交通に注意をして横断するという必要があると。だからこの 点滅信号、赤色の灯過の点滅信号がない通常の横断歩道と言われるものに関しては、その周りの車両を気にせずに横断することはルール上は可能なんですよね。 だけど赤色の灯火の点滅になる場合は他の交通に注意する必要性があるのでそのまま横断するということはできないことになってくるんですよね歩行者は横断前に左右を確認し安全を確認の上横断をすることができるということになってきますよねだから横断すること自体はこれは規制はされないということになりますで車両の方というのは黄色の点滅信号であるので徐行等の必要性は基本的にはルール はない横断歩道においては横断する人がいないかに注意をし見通しが悪い場合というのはまあ減速をするなど安全を確かめてから通過をするという状況になりますよね。だから黄色ののの点滅の状態とというのと まあこちらの方の横断歩道の状況ですよね。明らかにいない場合というのは、そのまま通過することができるというのが、そもそもこの道路構造の38条のところになっておりますので、なので明らかに黄色の点滅信号で横断をしようとする人とかがいない場合というのは、そのまま通過することができる。 ただし、他の交通に注意をしなければいけないというのがあるので、横断をしようとする人がいる場合というのは、減速をするなり、一時停止をするなりする必要性が出てくると。だから歩行者側の方が赤色の点滅信号、そういう状態は他の交通に注意して横断することができる。車が来ていたら止まるか確認すべしと。車両側の方というのは、黄色の点滅信号の場合は、横断者がいる、横断しようとしている人がいる場合というのは、横断歩道の直前で一時停止をして横断 を妨げなないいいよようううににすするるということととここが必要でねだからここの黄色の点滅そのまま夜間だとビューンと行ってしまう方非常に多いと思うんですが横断歩道があるところに関してはその周りに横断しようとする人横断してる人がいないかどうかを確認する、まあ、夜間で確認ができないので当然その時には減速をするというのは必要性が出てくるということですよね。 そこで横断しようとする人がいる場合というのは、まあ、一時停止をするというような必要性が出ますので、まあ、夜間、ね、点滅信号のとこを走る方は気をつけてくださいこの過失割合という部分に関しては明確な基準がありませんので、まあ、ここの場合はまあケースバイケースという状況になってしまうのかなというような気がしますでここの交差点のところなぜ今回こういうふうにしてるかというとちょっとね特殊なんですよねこんな感じですね で、事故があった状態というのは、こちらの方からその加害車両が進行してきたところ、横断歩道は2つあるんですよね。で、どちらかはちょっとわからないんですけれども、夜間に横断歩道を横断したという女性が跳ねられた。その時に車側の信号は、これが黄色の点滅信号になっていたということなんですよね。 で、ここに歩行者信号はあります。そして、こちら側にも歩行者信号があり、黄色の点滅になっているときは、この信号というのは消えている状態となります。で、通常こちらが黄色なら、まあ、こちら反対側、交差する側は赤点滅かなと思うんですが、ここ。こちらにですね、信号がないんですよね。 だから、こちら側の方が行き止まりで、ここは信号があります。ステージなので、こちら、今バスがいますが、バスとかが見る信号機はついているんですが、ま、こちら側にお店がある関係上、ま、ここに信号機はないと。そうすると、横断をする人ですね。今回の被害女性というのは、見るべき信号機がないんですよね。見るべき信号機がないということは、 交通整理の行われてない、要するに横断歩道を横断するというような形になるので、要するに38条の横断歩道の状況になってるってことなんですよね。だからこの状態ということは、まあ、車両側というのは普通の横断歩道と同じ扱いになるので、この手前で止まって横断を妨げないようにする必要性があるということ。だからいつでも横断できるのがここの信号なんですよね。 だからね、ここはね、結構横断する人がヒュッと横断すると、車側としては結構怖いと。通常はここに赤色の灯下の点滅、十字の交差点ならあると思うんですが、その場合は、 こちらの方、歩行者信号が消灯していたら、車両用のこちらの信号を見ることになります。なので、そちらが赤点滅であれば、ここのところで他の交通に注意をして横断することができるという状況になるので、まあ、ここで一旦止まって、左右を確認して安全な状況で横断をしていただければ問題がないかなというような気がするんですよね。まあ、ここはね、ちょっと難しいです。で、それ以上にもう一つ難しいのが、ここですよね。今、 車出てきております。ここにね、24時間のお店がある状態なので、夜中もね、車の出入りがあるんですけど、まあ、先ほども言った通り、要するに、ここから出てくる車両にとって、信号機ないんですよね。で、交差点内なんですよね、ここ。じゃあ、ここから出てくる車というのは、どういう状況になったら出ていいのかということですよね。要するに、こちらの信号が赤になっている時っていうのは、 ま、このバスがいる方は青なんですよね。だからここが青なので、こっち側に信号機があるとすると、ここは青っていう状況ですよね。だからその場合だったら出れるかなというような判断もできると思うんですが、じゃあ実際はどうなのかというとこですよね。だからこのような状況になります。だからここからお店から出ようとする場合に、目の前の信号機というのは日中もありませんので、ここから まあ、っすぐ。そして、右折、左折というのは、どういう風なタイミングいつ出たらいいのその辺はどうなのここの信号機が、まあ、どういう状況この左右の交差してる交差点の信号が赤になってからの方がいいのそれとも青の時で行っちゃってもいいのというところがあると思うんですが。 これはですね、正解は信号に関係なく正面交差道路の交通に注意をして直進不左折することは可能です。だからどのタイミングで出てもらっても大丈夫ということになります。だからここはね、交差点内という状況になるので、この信号機ですよね。だからこの信号機もそうだし、この信号機というのは、 こちらから来てる車両が交差点内に入るという部分を OK にしてるかダメとしてるかっていうだけの信号機になりますので、交差点内のところ、ここの部分から出るというものに関しては、ここに信号機がない以上は全く関係性がないということになります。だからどのタイミングでここはね、出てっても大丈夫なんですよね。ただ、こう当然のながら交通を注意する必要性があります。 だからね、ここの部分で、この場合、路外から道路に出るという立場になるので、出てきた場合の事故っていう風になると、まあ、路外から出ることによって自分側の方の過失が、まあ、当然高くなってくる形になるんですけれども、まあ、いつのタイミングでも出れるということになります。だから、路外の施設から出るということで、優先順位は低いので、出るときには特に注意をしていただき、まあ、行けるときには行ってもらってもいいですよ、というようなことになります。 たまにありますよね。交差点内にこういう出入り口があったりとかね。だからね、基本的には交差点、そして停止線がある場合は停止線の直前となるので、停止線より内側の部分のところに入れる。速度があったりしますよね。速度があったりする場合というのも、信号機は関係がないことになってきますので、まあ、ここはね、ちょっとかなりね、難しい。日中も難しいし、夜間になると、 まあ、横断をする人というのも24時間のお店があるので、やはりね、渡る人も当然いるということ。だからね、その場合黄色の点滅だからといって安心してビューンと行ってると今回のような事故が起きますので、だからね、ここの場所というのはその他の交通に注意をするという義務があり、横断をする側というのが、 ま、こちら側に信号がないことによって、いつでも横断できてしまうという状況。だからこのキー点滅というときは歩行者信号は消えている。だから横断可能な状況になってくる。ここに信号があれば、横断をする側の人というのも赤の点滅信号であれば、ここで他の交通に注意するという義務が生じますが、ない場合はそのまま横断ができてしまいますので、なのでね、この場合というのは気をつけて、ここの交差点等っていうのはね、通過していただければいいかなと思います。 最後まで動画をご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。